エレツの紋章エレツは、ロシアのリペツク州の都市、ドン川の支流ソスナ川沿いにある。人口は116,726人。ソスナ川と旧市街エレツは、ロシア南部の国土地帯でも最古級の都市で、古くから地域一帯の中心地として栄えた。記録への初出は1146年に遡り、当時はリャザン公国に属していた。ロシア最南部という位置から、 チュルク系民族などによる攻撃をしばしば受けてきた。1239年には、モンゴル帝国の襲来で焼き払われている。ウズベク藩により1316年に破壊され、ティムールにより1395年に略奪され、1414 14年には、タタール人の攻撃を受け荒廃した。1483年には、エレツ公国は、モスクワ大公国に吸収され、 竜ク町の血を引く公は、モスクワへ移り、イヴァン三世の宮廷に仕えるようになった。1591年、サーリの摂政ボリス・ゴドゥノフにより、要塞が建設され、荒廃していたエレツはえった。大動乱末期の1618年には、ポーランド・リトアニア共和国の王子ブワディスワフと、連合していたペトロ・コナシェービチサハイダーチュヌイ、 率いる2万人のウクライナコサックがエレツを征服し、町の城郭の大半を解体した。エレツの旧世主商店大聖堂19世紀には、エレツはこの地方最大の交易の中心地として栄えた。手作りのレースはこの時、以来エレツの名産品である。その他、製粉、機械生産が主要産業となっている。町のランドマークとなっているのは広大な旧世主。 商店大聖堂である。1845年から1889年にかけて建設された大聖堂は、モスクワの旧聖主ハリストス大聖堂の設計者でも、ある建築家、コンスタンチントーンにより設計された新ビザンチン様式のものである。彼の設計した大聖堂のほとんどは、ソビート連邦時代に解体の浮き目にあったが、エレツの大聖堂はほぼ無傷で、残った。 唯一の作品である。ありがとうございます。